はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチ3すき焼きをやっていきます。よろしくお願いします。ゾンビナイトの一番最後まで来ました。市役所ですね。で、装備はハンマー、アーマーとも6まで上げることができてます。やっぱね、ここまで上げないときついんだよね。攻撃を食らうとだいぶ減るし、一発じゃ倒せないやつもいる。なのでやっぱりここまで強化してようやくスタートみたいなところがあるわな。 OK、 まあとりあえず行きましょう。よっしゃ。一応攻撃する範囲みたいなのも分かっては来たのよ。分かっちゃ来た。なので多分いける。まあだいたいゲボール、あいつを倒せるかどうかはちょっと微妙かもしれない。倒し方はだいたい覚えてる。ここだな。あぶねえ。あぶねえ。よし、オッケー、行きましょう。はいはい、懐かしいな。でも倒さないと鍵だよね。あれを入手できない。確かどうだったっけ、ヒットアンダーウェイだよね。一発攻撃して逃げる、一発攻撃して逃げる、そういう感じで戦うんだったよね。 OK、 まあとりあえず行きましょう。それでは行きましょうか。まずは雑魚から倒していくかな。まずは雑魚から全部処理していきましょうか。いや、処理しなくていいのか。別に処理しなくても大丈夫とは思うけども、まあまあまあ一応倒すか。やば。よし、オッケー。危ない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 。いける。で、見つからないように逃げるんだよね。大丈夫ね。危ない。おっしょ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 、オッケー。しゃあ、あー、いや余裕だわ。余裕余裕。逃げれるわ、全然逃げれる。問題は上の階とかか。上に行けば行くほどちょっと難しくなりそうではある。何発叩いたら終わり、何発で終わりだっけ。ああ、おっしゃーっ、ギリギリギリ。危ない危ない危ない。今のはちょっとだいぶ危険を犯したな。オッケー。で、次。危な。攻撃される前に3発叩いてよかったわ。まだいるのね。では2階。2階はこの中に隠れることができるので、いいもんね。危ね。よっしゃ、よしよしよし、よし、オッケー。しゃ。んで、ここに隠れる。ここで OK だもん。敵はこの中には入ってこない。よし、チャンス。あ、違う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 。OK! これ3発、いや4発かな。何発でいけるんだろう。危ねえ危ねえ、来るぞ来るぞ来るぞあいつ。で、3発目次。で、危ない、 えらい。で、おーしゃ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 、倒せた。3発だ。んで、次の回に行きましょう。3回がラストだね。3回ラスト。あ、違う、終わりかい。楽勝だったな。
はい、ということで、なんか、あっけなく終わったね。あ、これ、ノーダメージ全然いけるわ。まあ、今回は、一発、ちょっと、食らっちゃったんだけども、まあ、ノーダメージで今度、やってみましょう。これは余裕。で、次から、エンドレスナイトに入るっていうことですね。はい。では、やっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。